日本共産党の井上聡です。総理、4月1日から消費税が8%になりました、まあ、今、国民や中小企業、お商売の皆さんから、遠隔の声が上がっております、年金暮らしの72歳の女性、一番安いものを買い、他の買い物はしない、36歳の人、ワーキングプアなので、景気の回復も実感しないまま、税金だけ上がって、貧富の格差がますます開いた気がする。 全国回りますと、増税を機に店をたんだっていう張り紙もずいぶん見るわけでありますが、総理、こういう事態をどう受け止めていらっしゃるでしょうか安倍内閣総理大臣。4月から消費税を引き上げさせていただいたわけでありますが、これは伸びていく社会保障費に対応し、子育て支援を拡充していくためでございます。そして まあ今回のこの消費税の引き上げにつきましては、ですねやっとデフレから脱却できるかもしれないというこのチャンスをつかんだわけでございますので、まあ、慎重に状況を見ているところでございますが、4月に入ってから、対中消費財を中心に、書き込み需要の反動の影響も見られますが、他方、ですねスーパーの飲食料品販売金額については、前年比マイナス幅が縮小してきており、 外食産業の売り上げは前年比プラスとなっているなど、消費の落ち込みは一時的なものと考えているわけであります、また雇用情勢に目を転じますとです、ね、有効求人倍率は17か月連続で上昇しておりまして、1.08と7年9か月ぶりの就人まで達したところでございまして。この春から 多くの企業が賃上げを決断をいたしまして連合の調査によりましても平均で月給が2%以上上昇と直近10年間で最も高い水準になっているわけでありましてこのように企業収益の向上が賃金に回り消費につながっていく経済の好循環に向けた動きはですね 取り入れていないと、このように考えておりますし、この夏のボーナスにおきましても 8. 8、8.8%というのは、統計を取って30年間最高の、これはボーナスということになるわけでありまして、それがこの今申し上げました経済の好循環にいい影響を与えていくことを期待したいと、このように思うところでございます。井上聡君まあ国民に心せせるるるはありませんでしたたこのレシートを見るととめ息が出ると もう消費税を上げないで、ことないの68歳の女性の声であります。今、いろいろ言われましたけれども、厚労省の調査でも、従業員5人以上の事業所の4月の基本賃金は25か月連続でマイナスなんですね。そして一方、消費者物価は3.2%増、23年2か月ぶりの増額になってるんですよ。消費が落ち込み、景気の悪化が今、懸念をされております。一方ですね総理は まあ大企業や大家の要請に応えてサミットで、法人税の減税を国際公約をされました、そして今月中に決める骨太方針に、来年度から法人税減税をの実効税率を引き下げる方針を明記するとされております。まあ、庶民には消費税を増税して、大企業にはなぜ減税なのか、1989年に消費税が増税されて以来の26年間、 その税収の累計は282兆円。今年度分は予測であります。同じ1989年から法人税の減税や景気の落ち込みによって法人産税の減税が減収をした。この累計いたしますと252兆円になります。事実として今まで消費税収のほとんどが法人税の減収に消えてったと。こういう事態なわけですね。 今回もですね消費税の増税を実施をした途端法人税減税が打ち出されると、まあ、結局、消費税の、法人税の減税のための消費税増税になってしまうんじゃありません麻生財務大臣あの。消費税が導入されて26年間で、えー、っと消費税の税額、税収が総額で282兆円になるが、 えっと法人税の減収が252兆円に上るというのが、この数字のこと書いてあるんだと思いますけれども、あの今、ご指摘のこのまず252兆円は、平成元年の法人税と地方税の,あの税収と、それ以降、平成25年まで。 の税収の差額を積み上げたものとかを考,え考えておりますが、このうちまず法人税、国税の減収額ってのはまず177兆円です。1989年、まあ、平成元年からですが、2014年、平成26年,年度までに実施された制度改正によります法人税、いわゆる国税ですよ。 国税の減収額の合計は約70兆円程度でありますんで、この間に法人税額が減少しておりますのは、制度改正よりも景気の要因という部分の方が大きいんではないかというのが、私どもとしては考えられておりますんで、この税収の落ち込み含めて、すべて法人税減税によると考えるのは、ちょっと無理があると思いますね。全然違い、まあ、無理はありません,どどんな立て方に 消費税については、少子高齢化が進展していきますんで、勤労所帯への税負担の偏りを改めて、社会保障などの公共サービスというものを安定的にしてしあの維持していくというような観点から、その役割を高めてきたところだと思うんですが、今般のこの消費税率の5%、8%の話につきましても、これは皆さんの暮らしを抱えます、いわゆる社会保障制度改革の 安定財源を確保ということで、子どもとか子育てとか支援を充実していくために引き上げるということで、これは増収分は法律に基づいてすごく決められておりますんで、これ無理、ちょっと論理の立て方は無私はきちんと、景気の落ち込みと法人税減税の結果ですね、税収が減ってると、その穴埋めになってるじゃありませんかということを申し上げたんで、違うことを言わないでいただきたいと思います。 社会保障のためと言いますけれども、今年度もですね、消費税の税収5兆円の,のうち、ですね、社会保障の充実に充てられるのは1割程度に過ぎないわけですね、誰もね、消費税上がってから、ああ、福祉よくなったなんて思っている人いませんよ、そしてですね、総理は日本の法人税の実効税率は35%から高いと、まあ、こういうふうに言われます。しかししかか。実態はは、どうなののの今、国民がが。びっくりしてますのはあのトヨタ自動車が 2008年から、年度から5年間法人税を1円も払ってなかったと、まあ、こういうことであります。トヨタ自動車の社長が5月8日の決算の記者会見で明らかにいたしました。で、営業利益が過去最高の2兆2921億円になったことを発表した上でこう述べました。一番嬉しいのは納税できることだ。社長になってから国内では税金を払っていなかった。企業は税金を払って社会貢献するのが存続の一番の使命だ。まあ、5年間、 法人税を払っていなかった驚くわけであります。まあ、海外子会社からの配当非課税とか、まあ、研究開発減税などのさまざまな大企業優遇を使ったわけでありますが、その一方で配当は行い、しかも社内内部留保も増やしてまいりました。総理、そのトヨタがですね、4月23日の日経に掲載した広告でですね、こういうふうに書いております。えー、消費税が上がった。 家計のやりくりは大変だが、これを機会に生活を見直せば、無駄はいくつも見つかるはず、節約は実,に生活を豊かに実は生活を豊かにするのだと気がつけば、増税もまた,た楽しからずやだと、こう言ってるんですね。で、トヨタはですね、消費税全部カープに転嫁できるから、負担してないんですよ、そして一方では法人税は5年間払ってなかった、まあ、自分は払わないでね。 増税もまたたしからずやと、私はよく得たものだと思いますが、総理感想いかかがでしょうか安倍内閣総理大臣。まあのトヨタがあ税金をです、ね、払っていなかったというのは、これ、累積の欠損があったわけでありまして、えー、しかしそれがです、ね、やっと今度の利益によってそれが全部消えてです、ね、これからまさにどんとお、これ、税金を払っていただけるようになったということは、大変良かったのかなと思います。また 今まではですねもう海外の会社と、ですね子会社と国内で、で、まあ、トヨタの場合は国内に相当程度、やはり、えー、主力を置き続けたという中において、なかなか苦しい状況があり、それがまあ累積結掃になったという、まあ、説明を受けたことがあるわけでありますが、まあ、今回、ですねトヨタはまさに賃上げにおいては、先鞭をつける形でですね、 それを思い切って賃上げのリーダーシップを取っていただいたということについては、われわれは感謝しているところであります。同時に、ですねトヨタ自動車においては、関連企業にもですね下請け企業等々についても配慮していただきたいと、このように思っておりますし、事実、すべてこの正社員の賃上げに回さずに、ですねそうした関連会社、協力会社とのですね、 えー、この取引の中においてです、ねえー、還元することにもです、ね、留意をしたという、えー、話も伺っておりまトヨタは、まあ、こん今年今年度はです、ね、過去最高益になって法人税を納めるんですが、その前の5年間、法人税を払っていなかったわけですね、そして、えー、その5年と合わせた過去6年で、法人税と住民税、事業税の合計の税金の負担率は22.1%にすぎません。で豊田だけなのかと 他の企業も調べてみました。大企業数社について、税引前利益に対しての6年間、実際どれぐらい税負担をしたかと、各社の決算書をもとに試算しますと、実効税率はですね、35%どころか、三菱商事で6.2%、キヤノンで27.8%、ホンダ技研で18.0%、日産自動車で10.9%なんですね、まあ。トヨタと同じようなさまざまな大企業優遇を受けているわけであります。今でもね 低い税負担で、しかもまあ増税もまた楽しからずやなんて言ってるところになんで。法人税率を下げる必要があるのか。国の財政も庶民の暮らしも大変なときに、これ逆行してるんじゃないですか。いかがですか。こちら。こちら。あまり担当大臣。あんまりな、動ないですよ。あんまりな、動ない。経済財政担当大臣で、ございます。あの、企業はあの日本の税制に従って。 納税をしているわけでありますトヨタのお話が出ました、国内で生産をして輸出をすればするほど赤字が増えてきました、それでも300万台体制を維持する、つまり雇用は手をつけないということで赤字でありながら雇用を支えてきて、これも企業の立派な使命だったというふうに思います。それは赤字だから税金を払わない、黒字になったから払うということでありましてですね、赤字の時にも、 税金を払いといったら、それは企業は倒産するし、雇用は維持できないということになります、そういう日本の税制に従って行っているわけであります、法人税減税はです、ね、これから投資を増やしていこうということであります、日本を世界で最も魅力のある投資対象地として、環境を整備するために、国内外に向かってです、ね、投資を進めてくださいと、そのために環境整備をしますという宣言をしているわけです。井上聡君 あのトヨタがですね法律違反してるなんて言ってないんですよ、そういう大企業がですね海外でいくら儲けても、国内では全然払わなくていいような、そういう仕組みでいいのかと、今、ですね盛んにこの間、競争力強化ですね、えー、成長する、賃金アップにもなると、こういうことを言われてきました、しかし、ですね大企業に、えー、税金を下げても、賃金に回ってこなかったというのが今までの実態であります。 これはですね、九十八年、九十九年度の法人税率引き下げの直前の五年間、九十三年から九十七年と、その後の二千三年から二千七年の五年間を比較をしました。引き下げ後ですね、大企業の業績回復で、経常利益はですね、引き下げ前の約二倍に増えました。ところがですね、法人税率の引き下げで、法人税等の負担は1.5倍弱しか増えておりません。まあ、この結果ですね、 税引き後の当期準利益は3倍以上に増えて、株主の配当、それから社内留保、これは3倍前後に増えております。一方、従業員の給料は逆に減ってるんですね。このように法人税減税をやっても、大株主を設けさせて、さらに内部留保をため込ませるだけだった、賃金に回らなかった、これが実態ではないですか、なぜこれを繰り返すんですか安倍内閣総理大臣。えーまあ、今回、まあ、特別法人税をですね。 前倒しして廃止をしたわけでございますが、まあ、その際、経営者の方々にです、ね、これぜひ従業員の賃金の引き上げに充当してもらいたいと、こうお願いをしたわけでありますが、大きくの企業がです、ね、これに応じたわけでございまして、先ほど申し上げましたように、まあ、連合の統計においてもです、ね、2%引き上げているわけでございますし、夏のボーナスについてはです、ね、8.8%というのは、 30年間統計を取っていて最高の数値になっているということでございますから、概ねですね了解をいただいている。また、これもですね、まあやはり我々もまあお願いをした成果、そしてまあ組合の方々との交渉の成果もあるでしょうし、これはまた共産党もですねそういう主張をしていたという成果も出ているのかもしれないと、こう思われてありますが、今後ですねさらに。 企業がやはり、えー、法人税、えー、についてはです、ね、まさにこれグローバルな中で競争している中において日本の企業が勝ち残っていかないとです、ねえー、雇用も確保できないし、ま、そもそも賃金が払えないということでありますからこれ、国際競争に勝ち得るかどうかとグローバルな経済の中においてです、ねえー、どうかということについてです、ね、やはり、えー、しっかりと成長していく上においては日本の企業があ え競争力を持って、えー、頑張っていくことが重要ではないかと、まあ、そんな観点から、えー成,えー、成長の視点で、えー、法人税改革を行っていきたいと考えております佐藤君あの賃金上昇にならなければです、ね、成長になっていかないわけですね、で先ほど、われわれも主張しました、そのこと、多くの企業がといいますけれども、ごく一部にとどまってるんですね、最初に申し上げましたように、厚労省の調査でも、4月の基本賃金は25か月連続でマイナスになってるんです。そしてね 私、言いたいのは、トヨタはですね、法人税を払ってない時も、自民党への政治献金はきちっと払ってるんですよ。で、2010年から3年間で毎年5140万円、計1億5420万円も献金をしております。それだけでありません。今月2日、経団連の新しい会長が、政治献金の圧っを改めて検討したいと表明しました。そしたらその翌日にですね、自民党の税制調査会は、法人税減税を認めたわけですね。 なんとのことのなんかと。まあこういうのをね、現金な話というんだと思うんですが、国民の税金で政党助成金を出す代わりに、企業団体献金を廃止するはずだったんじゃないですか、総理ね、こういうこと、国民の納得が得られると思いますか。安倍内閣総理大臣。いやあのまあ、これはあの、まあ、先ほど、えーまあ、農協との関係についてもお話をさせていただきましたが。 これはの当然、法人税減税についてはですね企業献金とは全く関係のない話でありまして、まさに純粋にですね、えー、これはあ国際競争という観点から、成長という観点からですね考えているところでございます。また、まあ、大企業については、ですねこれは企業側だけではなくて、まあ、こ組合もですね、 結構これ、献金をしているんではないかというふうに伺っておりますし、意外とそれは大きなお金だというふうにも承知をしているところで <laughs> えまあございますが、いずれに対しましてもです、ね、でわれわれはあまあそうした形、えー、献金によって、ですね、えー、政治がをねじ曲げるということは、えー、決してないということは申し上げておきたいと思います井上聡君。われわれ労働組合も含めて、企業団体献金は禁止を主張しいただいておりません。今のような答弁でね、納得する国民がどれだけいるのかと。 マスコミもですね政策を金で買うのかと、こういう批判を今回いたしました、私はね、こうやって、えー、大企業に応援をしながら、また消費税の10%増税を行うと、国民から吸い上げてね、大企業に減税をして、その一部のおこぼれを企業献金で懐に入れる、こういうことは絶対に許されないということを申し上げておきたいと思います。そして安倍内閣ののの成長戦略の柱はこの大企業応援とともに原発や 武器の輸出がございます私、3月の予算委員会の質問で、まあ、総理が外遊するときに、ですねたくさん、えー、軍需産業の幹部を連れてって、そして、えー、武器輸出の条件づくりをする、これはトップセールスだとこう申し上げました、でその後、ですねそれにとどまらないわけですね、4月に、えー、武器輸出の金融原則を撤廃をした、それ以降、ゴールデンウィークにかけて、アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスなどと総理が、防衛大臣が、 訪問もし、さまざまな声明などを挙げてこられました。いずれもですね装備技術協力の進化であるとか、協力の強化がうたわれております。オーストラリアの場合は、ですね潜水艦の関連技術など、この共同研究を進めていく。イギリスに関しては、ですねすでに化学防護服の共同研究を進めておりますけれども、さらにプロジェクトを特定していくと。フランスについてもこれは 無人潜水機をですね、えー、念頭にですね、さまざまな協力を進めていくと、まあ、こういうふうになりました。えー、マスコミも、えー、武器首相が売り込み、欧州輸出成長戦略の一環にと、こう報じたわけでありますが、それだけじゃありませんで、このフランスでですね、この6月16日から開かれる、世界最大規模の兵器の国際展示会に、 日本の企業14社が初めて本格的に参加をすると報道されております、えー、先日政府も認めました国際展示会への出品はこの防衛装備移転三原則の運用指針で政府の許可が必要になると思いますけれども、えー、経産省としてはこれを許可をされたんでしょうか本木経済産業大臣 まず、あの、数字から申し上げますと、あの、日本企業、えー、参加予定は14社ではなくて13社であります。あの、世界的にはこのユーロサトリーですね、あの、世界100カ国以上から1000社を超える、まあ、展示者が参加する、えー。そこの中で主催者によりますと、日本企業は13社が、えー、出展予定でございます。あのー、 展示会への出展にあたりましては、書籍やカタログ等のみのまあ展示にとどめ、見本品の展示を伴わない場合は、外為法上の輸出許可申請は不要であります。他方、防衛装備にあたります、まあ、見本品の展示を伴う場合には、輸出許可申請が必要になります。防衛装備の輸出について、輸出許可申請があれば、 防衛装備移転三原則およびその運用指針に沿って、えー、厳格にえ審査をいたします井上し君、えー。今回あったかどうか、明確にお答えがありませんでした、十、え、四、ー、社というのは先日、防衛省が答えた答弁でありますから、きちんと政府で、えー、統一していただきたいと思いますが、その日本企業が初めてですね国際の的な武器ビジネスにこの本格的に乗り出してきていると、ここに大きな問題があるんですね。えー、総理 この平和国家の理念は変わらないと言ってですね、武器の共同開発が必要だとか、まれこれ理由をつけて武器金融政策を撤廃をしましたけれども、実際はですね、えー、軍需産業が世界中の顧客への武器ビジネスに走り出していると。総理もトップセールスをやっていると。これが実態じゃありませんか。どこに平和国家の理念があるんですか。総理。小野寺防衛大臣。 まずあの、先般5月29日の参議院外務防衛委員会の中で、井上委員から私質問を受けまして14社と言いましたが、実はその後1社取りやめましたので、現在は13社が正確なことであります。またあの、これはあの、防衛装備の新しい原則を作る中で、委員とも議論をさせていただきましたが、やはりあの、今、一つの新しい防衛装備を開発するのには、他国間が共同で開発することが主流となっております。その中に日本があの関わっていかないと、逆に 言えば新しい装備が日本自体その装備を、えー 入れ得ることができません。それが日本の安全保障にとって大変大きな問題であるという共通的な認識のもと、今回防衛装備の新しい原則を出させていただいたわけでありまして、決して日本が何かこの分野で、あの、たくさん、あの、海外にいろんなものを輸出して、成長するとかそういうような考え方というよりも、むしろ私どもとしては、防衛装備をしっかりこれからも共同開発する中で、今回新しい原則に従って厳格に審査をするということになったと承知をしております。 井上聡君現実に本格的にです、ね、兵器の国際見本市に日本の企業が初めて参加をするわけですよ、私はそのことを申し上げておりますあの新しい,い,い基準になりまして武器禁輸の撤廃後すぐに輸出の要請があったのはアメリカのレイセオン社から、えー、溶撃ミサイル PAC2 のライセンス製造をする三菱重工に対しての部品の提供でありましたこのアメリカのです、ね、レイセオン社ジャパンの CEO は 2012年に都内のシンポジウムでこう言ってるんですよ。武器輸出原則がなくなればですね、日本の軍需産業と協力して、パトリオットシステムの生産に興味を示している世界中の新規顧客にの、ね、納入したいと、こう言ってるんですね。まさにですね、日本の企業がアメリカと一体となって、世界中に武器そのものを売りさばこうとしていると、こういう狙いも明らかじゃありませんか。 今ですね、こうやってまさに政府と企業は一体になって武器輸出で成長する国になろうとしていると、まあ、その安倍内閣が今進めているのが、集団的自衛権行使へ憲法9条解釈を変えるという道であります。総理はです、ね、集団的自衛権行使容認に関して、先日の参議院の外交・防衛委員会でも、武力行使を目的として戦闘行為に参加することは検討しないと、こう述べられました。 一方、与党協議の事例集には、1五の事例が示されて、その一つに、ホルムズ海峡など海峡における機雷総会活動が挙げられております。法制局長官に確認いたしますが、従来、武力行使の一環として敷設されている機雷の総会活動は、武力行使に当たるとされてきたんではありませんか。横畑内閣法制局長官。 一般論として申し上げますと、従来から政府は嫌いの除去について、遺棄された嫌いなど、武力行使の一環としての意味を有しない嫌いについては、我が国船舶の安全確保のために必要な場合には、自衛隊法第84条の2に基づき除去することができるが、外国による武力行使の一環として、敷設されている嫌いの除去は、一般に当該外国との関係で、我が国による武力の行使に当たると返され、 我が国に対する武力攻撃が発生していない状況下で、これを行うことは憲法上、許せないと考えているとお答えしてきているところでございます井上君、えー。明確にですね、えー、当該、外国との関係で、我が国による武力の行使に当たると解されると、これが従来の立場でありました、武力行使を目的として戦闘行為に参加することは検討しないと言いながら、なぜ。 明確な武力行使である機雷総会の参加が事例として挙げれるんでしょうか、総理お答えください。安倍内閣総理大臣海洋国家である我が国にとってです、ね、国民生活に不可欠な支援や食料等を輸、ね、送する船舶の安全を確保することは、極めて重要であります。そして、そこで事例集,とし事例集で挙げましたです、ね、まあ終電における機雷の総会は、戦闘の当事者にはなりえない。 我が国や外国の民間船舶をですね、機雷の脅威から防護し、安全な航行を確保する目的で行うものでございまして、そしてその中におきまして、自衛衆のこうした活動はですね、今、法制局長官が答弁をいたしましたように、確かに武力の行使に当たりうる活動ではありますが、民間船舶の航行の危険による機雷を除去する。 えー、という、まあ、基本的に、自、まあ、動的かつ、まあ、限定的な行為を行うものでありまして、したがって会見で申し上げた湾岸、えー、戦争やイラクル戦争での戦闘、すなわち、えー、敵を撃破するために大規模な空爆や攻撃を加えたり、えー、敵地にまあ攻め込んでいくというような行為とは正確を異にするわけでございまして、まあ、このようなシーンにおける機雷の総会といった事例についてはですね 検討していく必要があるだろうとまあこのように考えたところでございました。現在与党において検討がなされているところでございます井上聡君あの先ほどの答弁でもね、武力行使に当たり得るじゃなくて当たると返されると明確にこの間言ってきてるんですよで私は聞いてますのは武力行使をお目的としては戦闘行為に参加することは検討しないと言いながらなぜ武力行使として見取れてきたものには 参加するという検討ができるのかと、そこの総理が言っていることのその食い違いを問うてるんですから、きちっと答えていただきたいと思います安倍内閣総理大臣。いえば、ま、先ほど来、私は答弁をしておりますのはです、ねえー、自衛隊が武力行使を目的として、湾、え、岸、ー、戦争やイラク戦争での戦闘行為に参加するようなことは、 ないとつまり、武力行使を目的として、戦闘行為に参加することはないということを申し上げているわけでございます。まあ、これはあるいは、戦闘行為を行うことを目的として、武力行使をするというふうに言ってもいいのかもしれませんが、これ、一般的には、例えば、これ、海外派兵はそれに当たるということで、一般的にはそれは除かれているわけでありますが、一般的にはという、申し上げたのはですね、しかし、この一般的にはという中において、 今申し上げました日本にとってです、ね、これはあ、えー、海外から入ってくる石油、ガスあるいは食料これはあ極めて、まあ、バイタルなインテレストでもあるわけで、えー、ありましてそれが断たれるということになればです、ね、日本の安全尊立に大,大きな影響があるという中において そして、その機雷を除去するというのはです、ね、いわば先ほど申し上げましたような爆撃を行ったり、陸上部隊をです、ね、上陸をさせて戦闘をするという行為とは、これはやはり性格を異なるのではないかということからですね、ということから、今、与党において検討をしていただいているということでございます井上聡君いや、機雷除去は武力行使なんですよ。 その嫌い除去を目的していく,行くということは、武力行使を目的していくということなんですよ、それがおかしいと言ってるんですね、先ほど来、性格をことにすると言ってますけれども、憲法9条はそれも含めて、すべて海外での武力行使はできないと、こういうふうにされてきたわけですね、ですから総理言ってるのはです、ね、武力行使をしないんじゃなくて、従来は武力行使をされてきた活動は、これからは武力行使ではないと、解釈を変えるだけでしょ。 白を黒と言いくるめるようなね、そんなことで危険な方向にいく、こんなこと許されませんよ、嫌い、総会っていうのは武力行使なんです、相手はそう見て攻撃の対象にしてくるんです、そうすれば、日本が応戦して戦闘になるわけですね、日本が再び戦争する国になるというのは誤解だという総理の弁明も成り立たなくなるんじはないですか。安倍内閣総理大臣 あのまあ先ほどから申し上げておりますように、まあ機材をまあある国がまあ補設をしたとします。しかしその不設した機材がですね、これは。 その後、一致されたものであるということになればです、ね、それは武力行使ではないということになるわけで,でありますが、しかし、不設をし,した国が目的を維持し続けている場合はです、ね、おっしゃるように、これは武力行使に当たるわけでありますが、ただ、その中で、先ほど来ですね、私もまた法制局においても、一般に武力行使は禁止されていると、こう申し上げているわけでございまして、この一般にという中に、これが入るかどうかということも含めて、これから今、検討している それはまさにですね、行為としては受動的、あるいは限定的な行為で、えー、あると、えー、こういうことになるのではないかと、いずれに対しましても、なぜ検討しているかといえば、ですね、えー、おそらく、えー、これは、まあ、例えば、ですねホルムズ海峡とすれば、れですねそこから入ってくる。えー 石油、われわれはあ石油のですね約8割をそのホルムズ海峡に、えー、頼っているわけでありますし、多くはですね日本戦績ではなくても、お日本にシむ鉄地となっているというところであって、ですねそこにも,もっぱらですね海外にそれはあ時代の 総会活動を頼むことができるかどうかということも含めて、えー、検討していく必要があるのではないか、ただまだこれは結論が出ておりませんので、与党において今、協議中であるということを申し上げておきたいと思います井上聡君。いや、あれこれ理由をつけてです、ね、これまでの武力行使であったものを武力行使でないと言いくるめて参加するようなことは許されないんですよ。あのじゃあ、聞きますけど、嫌い総会に参加した場合に、相手から攻撃を受けて、応戦をして戦争になると、こういう可能性はないと。 断言できますか安倍内閣総理大臣。あのどちらにしろ、ですね今、この議題の総会をやると決めたわけではなくて、まさに今、与党においてですね協議をしているわけでありますが、まあ、その上で、ですね、まあ、井上委員のせっかくのご質問でございますから、その前提にです、ね、今、議論をしているということを前提に、答弁をさせていただきますと、まあ、支援の乏しい枠にとっては、ですね海洋の え、自由が確保され、原料や食料が輸入できることは、これ、地滑的な問題であることは、これ、委員もお認めになるんだろうと思います。え、しかし、え、と同時にですね、この機内総会があったかも、宣戦布告であるかのような理論,論はですね、これは誤りであろうと思います。え、国際紛争を力で解決するために、国際公共財である海に機内をまいて、 えー、そして海洋の自由を、自由な理由を妨げることこそがですね、国際法違反であるわけでありまして、えー、嫌いの総会は船舶の自由な航行を阻む危険物を、えー、危険物を取り除く行為であり、国際法上、えー、これ、合法な行為であることは、論を待たない、えー、わけでありまして、えー、何が違法で何が合法かといった基本的な事実関係をこれ、しっかりと押さえた上で、えー、国民の命を守り、平和な世界 活を守っていくために私たちは何をなすべきかということについて、しっかりと今、議論を行っているところでございます井上君全然ね、筋書えないでくださいよ。嫌い総会活動は武力行使に当たるんですよ、相手はそう見るんですよ、そしたら結局、戦闘行為、応戦を受けてですね戦、戦争になっていくじゃないですかと、それをやってはならないということが、憲法9条の解釈だったんですよ。それれをね壊すと絶対許されません今 日本にとって大事だと言われました、えー、ホルムズ海峡はです、ね、実際イラクの核開発をめぐって、えー、かつて緊張が高まりましたで、欧米諸国によるイランの原産油の金融の動きに対して、イランがホルムズ海峡の嫌い封鎖を行って、まあ牽制したということがありました、まあ、当時、民主党政権でありましたけれども、えー、石油の備蓄とか、それから、えー、ホルムズ海峡を迂回するパイプラインの整備などの対応を取っていると、まあ、こういう説明でありましたけれども、 今、この政権はそういう対応を取ってないんでしょうか安倍内閣総理大臣え。その備蓄等については、経産大臣からお答えをさせていただきますが、まあ、そもそもですねイランにつきましては、昨年9月、私は老ハに大統領と会談を行い、そして岸田外務大臣をですねイランに派遣をいたしております、つまり、日イランの関係をですね、 もともと伝統的に有効な関係を持っておりますから、その努力をしておりますし、ダボス会議で私が講演をした際にも聴衆の一人として、ローハニ大統領が私の講演を聞きに来ていただいた、そういう関係にもなっているわけでございますが、しかし、安全保障というのは、ですね、先の先、これは相当30年、40年先までですね、見据えて、それは備えをしておく必要はあるんだろうということで、議論をしているところでございます。 茂木経済産業大臣。あの石油の備蓄についてでありますがあの我が国には国家石油備蓄が91日分そして民間石油備蓄が71日分あの合わせて国内需要162日分の石油を備蓄をいたしております。まあ、仮にホルムズ海峡が、えー、封鎖されるような事態が起こって世界的に供給不足が増し。まあ 発生する恐れがある場合には、IEA、えー・国際エネルギー機関加盟国29か国になりますが、えー、によります協、えー、調行動枠組みの下で、えー、一つには民間石油備蓄の、ま、義務日数の、ま、引き下げ、えー、そして、えー、国家備蓄の放出等の措置を実施することとしておりまして、その具体的な、ま、措置の内容につきましては、えー、個々の事態によりますので、えー 石油需給への影響度合い、まあ、等を検討した上えで、最終的に判断すると、こういうことになると思っております当然、対応を取っていらっしゃるわけですね、ですから、えー、安保法制圏の言う我が国の存立を脅かすと、こういう状況にはないわけですよ、そしてですねそもそもホルムズ海峡の閉鎖が懸念されるのは、イスラエルやアメリカの軍事行動への対抗としてイランが嫌いをするという事態でありますけれども、まあ、昨年の11月のロウハニ大統領に変わったもとで、 さまざまな解決の流れが進んでおりますし、今、総理もですねこの間、平和的、外交的な外交を求めてきたし、日本とイランは伝統的な友好関係があると説明をしてこられました、79年のイラク革命以降、アメリカとイランは国交断絶してますけれども、その間も日本はですねアメリカと一線を隠して、友好関係を結び、イランからの原油の調達を継続してきました。 外務大臣、こういうイランとの関係について、どう認識をされているでしょうか。岸田外務大臣。えー、まずあの、日本とイラン、えー、ご指摘のように伝統的な友好関係を有しております。えー、政治的な対話も、えー、ずっと続けてまいりましたし、まあ、経済、あ文化、人的交流、さまざまな分野で緊密な関係を有していると、えー、認識をしております。 そして、昨年8月、老派に新政権が誕生いたしました。それから後このイランといわゆる EU3 プラス3、すなわち米、EU、A、普通、独、ロ中、こういった国々と、この11月に共同作業計画が合意され、現在、この最終合意に向けて交渉が行われています。こうした動きは、このイランの核問題、解決に向けて大きな 一歩であると、まあ歓迎をしております。我が国としましては、引き続き、この伝統的な友好関係に基づいて。えー、イランに、前向きな対応を働きかけていきたいと考えています。井上君。まさに、そういう友好関係がありました。ところがですね、今検討しているのはですね。欧米諸国と一,と一体となって、嫌い総会という形で。イランを想定した武力行使を検討しているわけですね。これはこの間のずっとの A. A. とした、こういう友好関係を壊してですね。 欧米諸国にできないような日本がこの中東地域で独自の平和外交を進める足場を崩すことになるんじゃないですか、総理、いかがですか安倍内閣総理大臣、えー。まさにですね、日本はイランと伝統的な関係にありますから、これを生かしていきたいと、えー、こう思っておりますし、かつてイラン・イラク戦争の最中にです、ね、当時、外務大臣だった父に同行して、イランとイラクを同時訪問したこともあるわけであります。あの時にはは米国はイランと えそうえー、もちろん今でも、えー、ここは断絶をしておりますが、相当危険な状況であったわけであります。えそこでですね、えー、この不設について、日本は高い掃海能力を持っておりますから、えー、この不設したものを掃海するということに,とによってですね、 機雷を布設,設することが、ですねこれは、えー、無意味になっていくということにもつながっていくわけで、えー、ありますつまり、えー、そういう抑止力にもなるわけですね、その国際的に、えー、総会活動を行うということですから、よってですね機雷、えー、を布設するという,う行為、敵対的な行為を思いとど、えー、まるということにもつながっていく可能性の方が私は高いのではないかと。 こいずれにいたしましても、ですねイランとの関係におきましては、まさに現在、イランが核開発からですね国際的な協調に舵を切り始めている中において、ですねその方向を確かなものにしていきたいと、国際社会と協力していきたいと、このように思っております日本政府やってるのは逆なんですね、イスラエルとの軍事的な関係も強化をしていると言いますけれども、これをやれば、ですね日本はですね、 中東の国々か民の安全のためにあらゆることに備えるのが政治の役目と言って言いますけれども、軍事的備えをやるということは、結局、日本が中東地域で憲法のもとで永遠として築いてきた信頼感を壊して、独自の平和外交の土台を掘り崩すことになるわけでありまして、全くやるべきことは逆であります、もっと現実政治に即した議論を行うべきだと思います。今政府がやるべきことは 憲法9条を生かした平和外交であって、集団的自衛権の検討はそれに逆行するもんだと述べまして、質問を終わります。